言葉だけ、願いだけ。言葉だけ、願いだけ。キノコ。そうだね。発音がどこもだけだったね。繰り返します。私は。お、バリだ。バート。え、バリ。ここがどこかはわからないけど、お願い、誰か助けに来て。お願い、誰か答えて。今行くぞ、ボイラ。頼む、無事でいてくれ。ねえ、バリーってこんな顔だっけなって感じなんだよね、正直。違う怖さ、今の、うん、想定外だった。なんかあのリングとかそれ系の怖さじゃない、今の。そうだね。和風童顔だね。童顔っていうか童顔っていうか子供だろ。そうだね。おっさんと子供事案もう職質免れないですよ。島でよかったね。島最強じゃん。職質されないよ。いいね。おじさんの船で待ってる。治安っぽいよ、逆に。終わったらすぐ戻るから。このおじさん、物分かりいいな。置いていかないで。おいおいおい、ダメだ。怪しいとかって言わせるにはなんだ。いいか、この先は危ないんだ。そうだね。もう一人ぼっちは嫌なの。まあ娘のこと言ってますよ、ね、こう聞き分けがないんだ。ごめんパピー。わかった、一緒に来い。絶対離れるなよ。マッチーの操作キャラ可愛いとばっかだよね。え、俺モイラさんの方が好き。まあ俺もそうだけどさ。これどうしよう。こっち、通信塔あそこだな。どうして一人で？パパとママは？パパとママはいない。お前も気がついたらここにいたの。何も覚えてない。この子も被害者の一人というわけか。ちょっと報告がある。はい。私は懐中電灯を持っていない。そうだね。てかバールも持ってない。許可してもらってる。なんかあるよ多分。女の子何で戦うんだろう。なんだろうね、あざとさ。助けて。なんかそのキャーとか言ったらゾンビがこう、あ、やべえみたいな感じになるの。そうそうそう、あのね、ドラッグで言ったら魔物使いだね。どう、全然なんか違和感ないよ。気をつけろ。虫虫虫、キャー、虫怖い、虫怖い。隣接攻撃とかできないの。だってバールないの。足で踏むとか、ふっつって、くしゃくしゃ、キャー、怖ーい、くしゃ。あれだ。何？男の子のズボンずれちゃってさ、キャーって言いながら、名前は？ちょっと指の間が空いてる。ライト持ってるらしいで。え？アタリアか。いい名前だ。俺はバリーだ。あ、俺が持ってたわ。バリー。ああ、いい名前だろう。すごい、この子いい子。俺、そうだね、おじさんにさ、いい名前だろうなんて言ったら、あはーいってなった。出るかな、そろそろ出るかな。そろそろ。あ、虫だ。あ、虫だ。キャー、虫怖ーい。虫怖ーい。へい、へい。私、何にもすることがない。これから、これから。ここを抜けるしかなさそうだな。通信塔へ向かうため、建物を抜ける。通信塔を合流できるんじゃね？って思うじゃないですか。あれ、このおじさん、虫やっつけてくれる。
おじさんはいいおじさんなんだよって。やべえ、車乗せられるわ。乗せる前に職質だな。警察仕事して。グリーンハーブが、グリーンハーブがホッとすることないんだけど。そうだね、レッドハーブもあったぜ。レッドハーブって何ですか？ハイポーションです。もちゃんどっち行った？あ、そっちか。あれ、なんかアイテムの組み合わせ、スーパーハーブ、適当な名前で呼んだけど今。あ、なんかあざとおりダッシュした時のポーズが。あ、やべ、ダッシュしたらどんどん出てきた。もう可愛いからってやめて。本格的に避けるしかできない。やべ、あ、いって。あ、避け方可愛い、あざとおり。見て見て、ほら、ほうほう、完遂者か。可愛い可愛い。はいはい、ふざけてないと怖いんだもん。本音が出た。アラサーのおじさん、アラサーのさ、怖いと気持ち悪い。確かにね、アラサーのおっさんがバイオハザード怖いって言ってるって思うと、ちょっとまあ面白い。だいぶキモいよ。でも冷静に自分のこと見ちゃってよ。いいの、怖いんだから。だからね、正直でいこう。見え張るよりいいよ。そう、ちょっと自分に嘘つけないじゃん。かっこいい。だって怖いもん。そこにも何かいる、どうしてわかるの？感じるの？あ、本当だ、俺の画面なんか映ってる。え、マジで？ナタリアは敵の気配を感知することができます。ほうほうほう。お、しゃがんだらもっと広いって。で、ナタリア隠されたアイテムを L2 で指差しすることで発見できます。まあライトだな。ほら、黄色で見えてる俺の画面。本当だ、臭そう。あまり無理するなよ、ナタリア。危ないぞ。平気、怖くないから。え、じゃあ無視する？指差しで開いてる。あ、やべ、いた。あ、なんかあるよ。気をつけて。ちょっと待って。ハンドガンの弾ゲットで注意。しゃがんだ後、もう一回ボタン押さないと立てないの、ちょっとあれだよ。なんかいるよ。ヘッドショット。ナイス、おじさん。おじさん、いいね。ナタリア、ここは俺に任せろ。よろしく。背後から不意打ち。ここにもなんかあった。しゃがんで行ってみよう。じゃあ後で行く、後で。はいはいはい。おら、おっしゃ、もう2体いるよ。ちょ、これ不意打ちする意味ねえじゃん。気づかれてる、気づかれてると赤くなるんだよ俺の画面で。もなんとなく視界入ってんじゃない。いやー、今日難しい、さすがに。そこまで、うん。うなじ見えるじゃん。え、うなじ見えたっけ？あの人ポリテ出して見えてなかったっけ？最初のムービーシーンから。おばさんだなと思ってもう見るのやめたの。鍵あるよ、鍵。 Hey, thank you。 ここに何かアイテム落ちてるよ。穴がある。自分で拾えよ。なんかそこに倒れてる人いる、扉の向こう。あ、ナタリアしか行けない、これ。どういうこと？あ、で、これでナタリアそっち行って回ってきて、この扉開けてほしい。行くけど、ゾンビいる気がする。頑張れ。めっちゃいるで。でもなんか落ちてるわ。石を投げる。胸熱。おじさん、こういうの石っつうか、ちょっと結構痛そうなやつだったわ。おじさん、こういうの好きなんでしょ。えい、近くに。死んだで。つれえ、マジかよ。石で叩く。石で叩く。ゴシャッ、ゴシャッ。死んでるのかな。早く開けて、早く開けて。はいはい。はい、どうも。大丈夫、大丈夫じゃねえよ。おじさんには投げないから大丈夫。大した度胸だな。大した度胸だな。うるせえ。いや、だって、俺この子になってからさ、戦闘初めてだもん。テンションも上がるさ、そりゃ。
なんもない、なんもない。ね、あ、けどそっちなんかアイテムあるかな、もしかして。降りられる。あ、あれここって来たんじゃない？そうだっけ？あ、改造はできない。ちなみにアサルトライフルが左で、これマグナムかな。これカメラってさ、ほらだってほら来たとこだよこれ。ああそういうこと。あ、なんかここ違うな。なんか画面上出てるんだけど、ごめん、壁の向こうだったっぽいわ。なるほどね。しっけえ。あ、そこになんかいる。ここになんかいる。あれ拾えない。どこどこどこ。うん、どこ。あ、私拾えた。石です。石です。なるほどね。バリーは石とか拾えないんだ。汚くて。わあ、お上品だこと。これ俺落ちてるもの拾えない。石持ってるのかな。石持ってない。あらまあ。馬鹿げたおもちゃだ。こいつを止めないと進めないな。止めれる？私指しかさせない。電源落としてこいってことかな、逆に。ああ、かもね。せっかく入れたのに。ねえ。ああ、もうコード抜いちゃえよ。あ、なんか落ちてます。ね、お。さ、マジ自分で拾ってもいいんやで。これ自分でキラーってして自分で拾えるんかな。いけるでしょ。あ、そうなんだ。あ、さっき拾った気がする。わかんないけどさ。この息遣い誰なんだろう。バリー、バリーじゃない。おっさん結構しんどいんだよ多分。あ、しんどいのか。エロいやつじゃない。あれどっち行った。あ、てか右にマップ出てるわ。マップあることに気がついた。おせえよ。さっきから出てるでしょ。やっぱね、ここ、あの別に使用に文句言うわけじゃないんだけど、身分割。あ、じゃあこれ来たとこか。身分割割と見づらい。あ、石、そうだね、石だ。あれ石拾ってもちょっと画面持ち越せない。あれこっち。あれ今日これ、これ来たとこだよね。なんか上になんかある、ね、降りれねえわ。あれなんだろう。指さしてんの。あの地球儀みたいなやつ。ああいいのか。いいんじゃない。なんかあの空調じゃない。そうだね、そういう感じだったね。まあ、なんか若干さ、効果音がダメっぽくなかった。大丈夫、ダメだときは、世界不思議発見みたいな音するから。てれってれって。あ、じゃあこっちが来たとこか。あ、じゃあ最近の合ってた？ここにやろう。危ないじゃないか。ダメだよ、そういうことしちゃう。今気がついたんだけど。うん。石投げたの拾える。無限に投げられるよ。あ、でやっぱこっちで合ってたわ。おレッツゴーレッツゴー。よし、石石拾っとけ拾っとけ。こっちいる？いそうだけど。いや見えない。ここは管理室か。開いてねえ。じゃ石とか投げてみようか。強化ガラスのようです。なんか落ちてる石だ。石じゃなかった。石だった。気をつけて、床に何かいる。え？ Where? 本当だ。どこ？あれ？真正面。え？何かってこれ？おお。なるほど。すごいのかな。なるほどなるほど。特に、ね、この辺とかなんかアイテム落ちてそうだけど。そこの右にまた黄色いのが見えます。うわうわ、石外した石外した石外した。当てろよ。あ、投げずに殴った方がいいのかな。バルだバル。あ、でもこれあれだな、あのなんかかゆうまだまだググってない。かゆうまわからない。これ石だな。あ、こいつってゾンビじゃね。そこに何かいる。気をつけて。すごい肉肉しい音がした。こっちでいいのかな。
どっちどっち。階段降りてみた。あーでも電源つけるときここ通ったよね。そうだよね。行かれてるな。そこ死ぬから気をつけて。じゃあそこに倒れてるの倒したいぞ。多分なんか撃ったから大丈夫じゃない。でまだ生きてるよ。いや寝てるやつ殺しても大丈夫。ふっ。ごめんね。でも私血とか出ない仕様だ。そうなんだよね。すぐ行くぞ。焼けても死なないからな。ありがとう。で、そっち行っちゃう。こっちじゃなかったっけ。あ、ほらこれじゃん、これじゃん。もう下行けないじゃん。行けなくていいじゃん、だって。あ、行けなくていいよ。向こう行けばいいんだから。なんかいる？なんかいる？ね、左側になんか見えるけど、どこだろう？こことかアイテムないかな？あった。あ、あった。これなんかあって。どこどこどこ？あれ？あった。あった。ジャリーン。ハンドガン。マジでこれなんか弾なくなんねえわ。カジュアルだもんね。そうだね。これでいいのかってなってきたね。逆にね。これいけない。ナタリア、ここくぐれるよ。いけないね。いってらっしゃい。あ、なるほどね。あ、で、電源だ。すぐそこだったんじゃねえか。なるほどね。ちょっと固定観念があったもん。同じルート行っちゃいいって思っちゃった。そうそう。モニターついてた。あれ、止まった。止まったから。これでいい？これでいい？お金くれる？上出来だ。上出来だ。ねえ、その威厳なき子。まあ、パパもママもいないって言うから、あながち間違ってないけどね。そうそう。ちょっとおじさんがさ、お金くれるって言うからついてきた。マジかよ。ショックやな、なんか。あ、なんか光ってる気がする。結局お金なのかよ。あ、なんかあった。自分で取る。サルトライスを溜まってみれた。あげないもん。なんかあげないもん。これなんかノーマル無理って言っといてなんなんですけど。はい。カジュアルすぎる。あのね、ただの迷子ゲー。普通にただのガンシューティングゲーになっちゃってていいのかなっていう。いやー、これ見てるのは面白くないでしょ。面白くないでしょこれ。やっぱノーマル？いやー、どうしよう。いや怖いもん。あ、頑張ればノーマルいけるかな。あ、ちょっと頑張りたくない。次からノーマルにしよっか。よし、次ね、全クリした後ね。まあ、なんか結局俺が頑張れって感じでしょ。だってそうだよ。基本的にはあれどっち。そういうことだよ。どっちじゃなかったっけ。だいぶ適当に進んでみた。あ、やっぱこっちだ。ここなんかないの。ありそうだけど、やっぱりおじさん吐いた。あそこに何かいる、気をつけて。どこどこどこ。さっきの火がまだついてる。やべえ、マジかよ。え、これ何これ。これどうすんの。同じルートはいけない。この邪魔さえなければ外に抜けられそうだな。ハンドガンの弾。え、この邪魔さえなければ。それがだいぶ困ったことや。このあ、なんかいるな。なんかいるね。ごめん、俺ちょっと石拾う必死で。どっち？こっち？そっち、そっち。お、ナイス。うまい。らしいものは見当たりませんな。玉さ、この女の子が拾ってもおじさんが持ってるってどういうことなの？クラウド式なの？繋がり合ってるんだよ。おジュフフ。おお。勘弁してほしい。うん。ここ下降りたっけ。下降りた。シャッター閉まってた。多分ね、私の石で壊せると思う。あ、なんか開いたよ。え、頼む。ちょ、なんか宝箱開けて。どこにいんだよ。ちょっと石に夢中、石に夢中。子供か。おじさんどこにいるの。上上上上。管理室だもんね、上で。上の奥の方。いない人。そうだよ、パノプチコンだもん。パノプティコンだっけ。
逆だな。うわ、この壁の向こうにいるね。シュウが臭そうなのがいるね。これこれ頼む。一回石置くんだちゃんと。ま、なんかこれど真ん中っぽいの。あちゃ、大喜利。おこれ武器パーツボックスやったね。で他にもあるでしょ。これは脱獄についての報告書。脱獄を図った被験体38号射殺死体を廃棄物として処理。2階の入り口側にある1号房は壁の補修完了まで使用禁止とする。これだな。これ怖いらしいな。2階の入り口側にある1号房これだわ。来たー。おじさんそこをなんとか、行きおじさん。やべ、やっぱり怪物が。怪物がいるよ、その怪物がいるよ。ちょっと待って。やべ、無限に出てくるからさっさと蹴っちゃう。いやー、そんなことはないんじゃない。絶対数はあると思うんだけどな。いや、カジュアルだもん。カジュアルだからどういう意味。そんな無限に出てくるとか、鬼畜費用じゃない。うわぁ、来てるわぁ。あ、いた。来てるわぁ。よし。あ、このおじさん、強いなぁ。入り口側の1号房ってどこへ。ここにさ、足跡あるんだけど。え、誰の足跡それ。なんかね、多分ヒントだと思う。なんか見えるんだね。そうそう。行って先行って、はいはい、うわっ。あの行っての字が違う。死なねえよ。バリ鍛えてあるからね。画面がなんか死にそうだよ。あ、本当だ。使ってもいいんだよ。本当だ。あ、気持ちいい。あ、ナタリア入れるよ。一人嫌なのよね。大丈夫、石持ってきたから。あざとく石持ってきたな。これで火炎放射器止める感じだな。どっちだ。おい、石落ちてる。石落ちてるってことゾンビいるフラグじゃん。早く。ゾンビいないね。カジュアルだっていないのかな。それあるかもね。エビゲーム。やったね。もう一回回して。燃えないように気をつけて。助かったよ。大丈夫、こっちから回らないはず。よし。ああ、でもこのあれね、2組にしてさ、微妙にこうリソース使い回してるの俺結構効果音が持ちる。やれやれ、ね、行かれた場所だ。通信塔まであと少しだな。廊下にこだわらなくてもよかったんじゃないかなって気はちょっとするけど。この辺りに見覚えあるか。フレットならできるとかでもいい気がするね。そうか、プレステ4デフォでチャット機能ついてるわけだし。そうだよね。もうすぐだ、大丈夫か。うん、平気だよ。もしかすると、うん、オンラインに作る予算がなかったのか。あー、まあないとも言い切れないような気がしなくもないのが何とか。